はいどうも、走ろうチャンネルです。本日はモンタナスポーツさんに来てるんですけど、ちょっと今日はですね、面白い回となっておりまして、昔のグローブ。昔といっても、ここ5、6年ではなくて、本当に10年、20年、30年ぐらい前のグローブを、今回ちょっと動画で紹介していこうかなというふうに思います。で、本日、クボタスラッガーのグローブなんですけど、ちょっと今、下にいろいろ準備してもらっていまして、自分も最近スラッガーをオーダーしたりとか、最近のスラッガーのグローブっていうのは結構動画で出してると思うんですけど、すごい昔のスラッガーのグローブ、どんなのかっていうのを、今回、未使用品で準備してもらったので、それを紹介していこうかなというふうに思います。これ結構若い世代の方も30代40代の方も面白い動画となるかなというふうに思いますので、ぜひチェックしてみてください。早速どんなグローブか見ていこうかなと思います。いただきましょう。はい、ということでこんにちは。こんにちは。今日はですね、ちょっとモンタナスポーツさんに来ているんですけど、ちょっと別件で撮影をしたくて、スラッガーのこの昔のグローブっていうのをちょっと今日は取材させてもらおうかなと思います。で、今回横田さんじゃなくて別の方を。そうなんです。今日はですね、うちのお店の常連さんの一宮さんをですね、ちょっと急遽呼びまして、このクボタスラッガーのグローブをぜひ大井さんに紹介したいということでお呼び立てしましたので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では一宮さんお願いします。こんにちは。こんにちは。向こうでも取材したことがある一宮さんです。よろしくお願いします。で、今日はですね、スラッガーの昔のグローブを見せてもらえるってことで、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。横田さん、今日はお休みということで、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。四国のお店にたまたま立ち寄った際に発見し、その店主の方が SNS 等を一切やっておらず、販売を諦めていたところで、一宮さんがこの企画を思いついたそうです。ぜひ、ゆっくりとご覧ください。はい、というわけでですね、早速ちょっとグローブの方を見ていこうと思うんですけど、まずグローブの方を先に見て、後半ミットを見ていきます。で、こうパッと見て今目に留まったのが、結構これは最近のだと思うんですけど、こういうものとかに関してはもうあれですよね、何年ぐらい前ですか、これが。これは多分25年ぐらい前のものだと思います、はい、25年。はい、これ呼吸面とか見てもスラッガーの感じがしないというか、スラッガーって今この丸いこのマークが、牛のマークあると思うんですけど、これもなんか何個前のかもわからないかっていうぐらい。しかも縦閉じなんですね、これ。これは多分特注で作られてる、スラッガーの中でも特注で作られてるやつで、はい、ここの刻印も違うし、はい、あとは鹿革なんですよね。鹿革、はいはいはい、あ、なるほど。はい、革の感じも今とは全然違う。確かに。なんていうんですかね、やっぱ今のスラッガーって柔らかいイメージあるんですけど、これガッチガチの、ガッチガチですね。まあ、ミットとかで使われてるような革なのかなっていうふうに自分も今思いました。で、これ KSG なんで公式ですよね。これ公式ですね。公式の、まあ、25年ぐらい前ということで、はい。で、ちなみに軟式用もこれあるってことなんですけど、はい、軟式でいきますとどの辺ですかね。これが L7S、 L7S の軟式、はい、軟式ですね。軟式の革って聞いた時に結構なんていうんですかね、今よりももちもちしてるような感じなんですよね。ちょっとこれ映像で伝わるか分かりませんが、今のやつはもうちょっと軽量だと思うんですけど、ちょっとこれずっしりずっしりしてますよね。ただ、はい、軟式のグローブも若干個体差があって、はい、例えばこっちも軟式用で、はい、これは中村典弘選手のモデルのやつ、はいはいはい、けどこっちの革はちょっとがっしりめというか、もちもちっていうよりはちょっとがっしりしたような、確かに革の感じ。これ自体はもう正直もう20年以上経ってるので、当時どうしてたか分かんないですけど、はい、少なくともお店に来た人が触って手入れたりして、こう触ったりはしてるので、はいはいはい、その後何をしてるかはちょっと僕が分からない部分ですね。はい、でも値段とかも今のグローブとはちょっと違うと思うんですけど。そうですね、だいたい公式用でおいくらくらいですかね。当時の定価がそのまま値段がついてるので、はい、当時の定価のものだと5万2000円ぐらいですね。5万2000円、はい、はいはいはい、当時の公式用のもので、はい、で当時の軟式用のものだとこれが28,600円。28,600円、はい、はいはいはい、これはあ、おそらくこれはタイガースの藤本選手、はい、もうコーチですもんね。そうです、もう現コーチのモデルのものですね、はい、これが軟式、軟式用ですね。軟式とは思えないこの昔ならではの革というか、うん、しっとりしてる。でもまあこれが大体10年とか20年前でもこの状態で残ってるってこと自体がすごいレアですね。ものすごい珍しいと思います。ほぼ骨董品屋さん状態で、はいはいはい、まあ、でも一番古いのでいくとこれなんですかね。おそらくグローブだとそれなんじゃないかと思います、はい、僕もそこまでスラッガーに詳しくないので、はい、はい、なるほど、はい。で、これが一番新しいですよね、この中でいきます。そうですね、これは新しいですね、はい、これなんか公式の L7S ですね、はい、うん、オレンジのこの革質とかも、ね、これスラッガーって聞いたらちょっと分かんないですよね、うん、スラッガーかってなるぐらいのもちもち感としっとり、重たいですよね。若干やっぱり革のしっかり具合は昔の方があった
のかなという想像ですけど、はいはいはい、L7S、はい、今人気の型番ですもんね。今でもそうですね、やっぱり人気の型番なので、はい、あ、こっち外野手用、そうですね、これは青木宣親選手のスラック扱った時のモデルですね、 23SE。メジャー行く前ですよ、ね、メジャー行く前ですね、はい、なるほど、これが公式、公式用ですね。確かこっちも、はい、ですね、同じ赤いやつですね、 KSG、はい、青木選手モデル、はい、これなんかもう本当にガッチガチに、ガッチガチですね。この当時から一回湯もみをするのが決まってたみたいで、はいはい、湯もみをする前提でグローブは作られてるみたいですね、はい、なるほど。あ、これ結構形が、はい、湯もみはしてないとは思うんですけど、ないと思うんですけど、まあやっぱり二十何年の間に皆さんお店に行って少し触ったりするので、はいはいはい、柔らかく少しなってますが、でもツヤとかが本当に20年とか10年前のかって言われるとすごいですよね、本当に。そうですね、このツヤが残ってる、うん、やっぱり古き良きグローブたちの皮がこうだったのかなっていう感じですね、はい、うん、まあ内野手用と外野手を見てこんな感じといったところですかね、スラッガーは。そうですね、はい、で、はい、今回ミットもありまして、ファーストミットとキャッチャーミットちょっと準備をお願いします。はい、はい、では続きましてこちらがファーストミットとキャッチャーミット、はい、これも結構こっち見るとまあ見慣れないラベルというか。そうですね、これも結構20年とかで前ですかね。そうだと思います。これはもう、うん、もう全然最近じゃないですね。そうですよね、はい、むしろこのミットに関してはもうこう立ち振る舞いがもう今のミットっぽくないので、はい、ものすごく小さいし、ここも僕はキャッチャー詳しくないんで分かんないですけど、分厚いですね、めちゃくちゃ分厚い、多分両手で取ってたんだろうなっていうような頃のキャッチャーミットだと思います、はいはい、でもそれにしてもこの革の張り具合というか、はい、もちもち具合というかめちゃくちゃ良くて、はいはい、もうなんならここ高級のソファーみたいな革の感じが。そうですね、うん、これ素晴らしいですね、なんかもう財布とかに。そう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 、でこれ金額がさっき自分見させてもらったんですけど44,100円だったそうです。はい、当時44,100円だったそうです。これはこれ公式ですか。これは公式なんだと思います、こんだけ芯材がしっかりしてるので、うんうん、なるほど。あとめちゃくちゃ小さいですこのミット。小さいですよねこれ、小型で、こっちがまあ普通からちょっと大きめぐらいですか。だともう普通のミットぐらいの大きさだと思うんですけど、はいはいはい、これは本当見た目子供用かっていうぐらい小さいですけど、はいはい、僕の手で入るので、まあ、小型のミットとして大人の方が使ってたんだと思います。はい、浅くて小さい、ね、小さい、はい、なるほど。こっちも結構古いです。こっちも古いですね。型番 ASM ミット、M、ミットでしょうね。今 N と G じゃないですか。はい。これちょっと知ってる方いたらぜひコメント欄で教えてほしいかなと。そうですね。見たことないですね、この KSM っていうの。自分の中では初めてでしたね、これは。これと、あともっとびっくりしたのが、この隣にあるファーストミット。こっちが公式で、こっちが軟式なんですけど、この公式のファーストミットが本当に最近のぐらい革が綺麗で。そうですね、しかもカッチカチなんですよね、これカッチカチですね、本当にこれ、うん、この芯のところあたりがもうものすごい、そうそうそう、特にこっちはやばいですね、はいはいはい、本当にキャッチャーミットかっていうぐらい硬くて、うん、この状態で残ってるっていうのは本当に勉強になりますし、そうです、ね、素晴らしいですね。でこれでおいくらですか。これも45,400円が当時の定価ですね、はい、なるほど。ファーストミット真っ黒なやつですね、はい、とこの軟式を、はい、こっちも結構硬かったですよね。こっちも硬いですね、はい、結構、うん、これでおいくらですか。こっちが23,800円が当時の値段ですね、はい、はいはいはい、っていうのでいろいろ今回スラッガーの、まあ、内野手用外野手用ミット見させてもらったんですけど、こちらのグローブをポップアップストアっていうのがあるらしくて、はい、そこで市宮さん持っていくそうですね、はい、ちょっとその辺の説明を簡単にいいですか。はい、ありがとうございます。10月の24と25に開催されるポップアップストアに会社として僕は出店するんですけど、その中でちょっと僕が野球に関わる仕事じゃないこともやってるので、なんか面白いことできたらなと思って、はい、ちょっとまあ今回このグローブを委託販売という形で販売しようと思ってます。はい、値段に関しては当時ついてる値段から多少お安くして販売しようとは思ってるんですけれども、価値のあるものたちなので、まあ喜んでもらえる方に使ってもらいたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。と、はい、いうので、まあ今では確実に手に入らないグローブやミットなので、まあ今若い子が欲しいっていう可能性もありますし、まあその当時の方たちがこれを欲しいってなるかもしれませんので、ちょっと注目をしてほしいかなというふうに思います。と、はい、いうので動画的にも非常に勉強になりましたので、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というわけで本日はモンタナスポーツさんで今回スラッガーの昔のグローブを紹介していただきました。今回モンタナスポーツさんの取り扱いじゃないんですけど、またモンタナスポーツさんの動画別の動画で上がりますのでチェックしてほしいかなというふうに思います。今日も何本か撮って帰るんですが、そのポップアップストアっていうものに関してはこちらのデルタさんも出品されるそうなので、ぜひデルタが気になる方も行ってほしいかなというふうに思います。ちなみに今回はこちらも
モンタナさんで片付けをしてまた後日使っていこうかなというふうに思います。そんな感じでまた面白いグローブ野球ギアとありましたら紹介しますのでチェックの方よろしくお願いします。それでは今日のショートメールは以上です。よいしょ。はい、というわけで今回のプレゼント企画です。今回はこちら野球大好きセットということでこちらをまとめて1名様にプレゼントします。グローブやユニフォーム、そして公式ボール、キャップなどが詰め込まれた野球セットを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。おりゃしょ。